あれ OK です。ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。さあ、後方の方もね、よろしくお付き合いくださいませ。はい、ということで、始めてまいりましょう。改めまして、皆さん、こんにちは。私たちは東京ディズニーランドの魅力を皆さんにお伝えするため登場しました。ジップジルガイドツアーです。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、さて、本日ね、こちらエントランスに登場してまいりましたが、皆さんね、あちら、ほら、風すごいな。あちらご覧ください。これからね、午後3時、土曜日曜祝日午後3時のスターライトパスポートっていうので、これから入ってくるっていらっしゃる方がたくさんいらっしゃいますので、皆さんの後方のスペースね、かなりこれからたくさんの大勢の人がダーッと、パークに向かって歩いていかれることと思います。後方の後方の方、くれぐれも、スペースご注意くださいませ。はい、ということで、初めて参りましょう。本日は東京ディズニーランド37のアトラクションのご紹介から行ってみよう。ぐるっと一周東京ディズニーランドのアトラクションスタート。オムニバス、ベニーアーケード、カリブの海賊、ジャングルクルーズ、ウエスタンリバー鉄道、魅惑の地球ーム、スイスファミリーツリーハウス、カントリーベアシアター、ビッグサンダーマウンテン、トムソーヤ島から蒸気船マークトウェインド、スプラッシュマウンテン、ビーバーブラザーズのカヌー探検、ビーバーパンソーランドビー、ヒラリティネタ、7人の旅だ、ホーンテッドマンション、ソーテンダンボ、ジャッセル・カリーセル、シンデレラのフェアリーテールホール、アリスのティーパーティー、ミッキーのフィルガーマジック、ピノキオの冒険旅行、イッツ・ア・スモール・ワールド、プーさんのハニー・ホント、ロジャー・ロックのカートン・スピー、ミニーの家、ミッキーの家とミート・ミッキー、チップ・デイのツリーハウス、ガジェットのゴーコースター、ドナルドのボート、グーフィーのペイント&プレイフェス、テーパーク、スティッチ・エンカウンター、バズ・ライトイヤーのアストロブラスター、スペース・マウンテン、スターツアーズ・ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー、ラスト1個、モンスターズ・ウィーク、ライド・アンド・コース。ありがとうございました。東京ディズニーランド37のアトラクション、一気にご紹介してまいりました。ちなみにこれ声届いてますか？大丈夫、聞こえている？あの、そちらのひときわ背の高いメガネのおじさん、声聞こえてますか？ありがとうございます、ありがとうございます、よかった。ごめんなさい、変な感じ。いや、お兄さんです、お兄さんです。それだけ背が高いとどんだけ人がいても全然見えますね。羨ましい、本当に羨ましいね。160、いくつあんの？150。ライド君は65。嘘だ嘘だ、そんなにある？ああ、ありそうだね。はい、どうも、ちっちゃいズームガイドツアーでーす。ということでね、さあ、東京ディズニーランド37のアトラクションご紹介してまいりました。さあ、続きましてはディズニー映画のご紹介でもいたしましょうか。さあ、皆さん、ディズニー映画といえばね、つい最近新作が公開されましたね。リメンバーミーというディズニー映画が新しく公開されました。皆さん見ました？リメンバーミー見た人、いますね。なるほど、はい、ありがとうございます。どうします？どこまで喋ります？どうしましょうか？ちなみにまだ見てない人、はい、どうしようかな。いやいや、まあやめときましょうね。リメンバーミーといえば ね、実はディズニー映画アナと雪の女王の新作の短編映画が同時上映となっております。ご覧いただいた方はね、そちらのアナとエルサの新作もご覧いただいたかと思いますが、どうします？リメンバーミー本編はあれだけど、アナと雪の女王ならネタバレしてもいいって言った、今公園にいいって言った人いた、一人だけ。
じゃあネタバレして責められるのは彼女だけということになりますね。やめておきましょう、やめておきましょうね、ということで、これからリメンバー B、 そしてアナと雪の女王の新作、ご覧になるという方いらっしゃると思います。そこでね、本日は、最新作のネタバレするのもなんですから、アナと雪の女王をね、新作映画見る前に、アナと雪の女王ってどんな話だったっけというのをおさらいしていきたいと思います。なんといってもね、もう4年前の作品ですから、そろそろ忘れかけている方いらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、ということで、本日は我々ジップンズのガイドツアー3人総動員で、アナと雪の女王の物語、ここに再現していきたいと思う。だってよく考えてごらん、アナと雪の女王の主要登場人物だけでもアナ、エルサ、ハンス、クリストフ、オラフ、足りない、スベっているんだよ。あのラストの吹雪のシーンとかどう考えたって人足りないじゃないね。はい、ということで、果たしてあの壮大な2時間ドラマをこの装備で再現してくれるのか、皆さんこうご期待でございます。それでは早速参りましょう。アナと雪の女王の物語のご紹介です。アレンデル王国に住むアナとエルサは王家の幼い姉妹。姉のエルサは触れたものを凍らせ、雪や氷を自在に操る不思議な力を持っていました。エルサが8歳のある夜、二人はこの不思議な力を使って遊んでいました。ところが誤ってエルサの魔法がアナの頭に当たり、アナは気を失ってしまいます。両親はすぐに駆けつけ、倒れたアナを連れて森に住む妖精トロールの元へと向かいます。そのおかげでアナは一命を取り留めますが、それ以来両親は手袋でエルサの魔法を封じ込め、手袋をしなさい。この方がいい、落ち着くように見せないように。そして国王は王国の扉を閉め、アレンデル王国を閉ざしてしまうのでした。エルサエルサ自身も部屋の中に閉じこもり、アナに顔を見せなくなってしまいました。アナは毎日エルサを遊びに誘います。しかしエルサは部屋から出てきません。仲の良かった2人の間にはいつの間にか大きな溝ができてしまっていました。数年後、不幸なことにアナとエルサの両親は海難事故に遭い亡くなってしまいます。悲しみに暮れるアナはエルサの部屋の前で、そばにいれば支え合えると語りかけるのでした。月日は流れて、エルサは21歳になり、戴冠式の日を迎えました。氷の力を抑えることができないエルサは人前に出ることに不安を覚えます。一方、十数年ぶりにお城の外に出たアナは、ある王国の13番目の王子ハンスと恋に落ちます。そしてなんと2人はその日のうちに婚約してしまうのでした。おかしなこと言ってもいい？僕と結婚してくれ！もっとおかしなこと言ってもいい？もちろん！アナはこのことをエルサに報告しに行きます。ところがエルサは出会ったその日に婚約するなどありえないと結婚を認めてはくれませんでした。二人は口論になり、怒ったエルサは思わず大勢の前で氷の魔法を使ってしまいます。エルサは国中の人々に氷の魔法のことを知られ、王国にいられなくなり、雪深い山奥へと逃げ出していくのでした。そしてエルサは山奥で魔力を解放し、氷の城を築き上げ、氷の魔法やアナへの罪悪感に苦しんでいた自分と決別します。
つてない自由を手に入れたのです。アナはエルサを連れ戻すために旅に出ます。アナは旅の途中で山男のクリストフとその相棒のトナカイのスデン、さらにエルサが作った雪だるまのオラフに出会い、一緒に氷の城を目指すのでした。氷の城にたどり着いたアナはエルサを連れ戻そうと説得を試みます。アランデルが好きなのよ。ところがエルサはそれを拒絶し、感情が高ぶり再び氷の魔法を使ってしまいます。そしてその魔法がアナの心臓に当たってしまいます。これによりアナの体が少しずつ凍りついていき、最後には永遠に溶けなくなってしまうのです。氷の城を追い出されたアナはクリストフに連れられ、森に住む妖精トロールの王様の元へと向かいます。ゴロン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 、はい、この辺で買ってきた軽石です。そしてアナは軽石の王様、軽石の王様じゃないトロールの王様からこう伝えられます。凍った心を取り戻すことができるのは真実の愛だけなのだ。そこでクリストフは弱るアナを抱え、ハンスに魔法を解いてもらおうとアレンデールのお城を目指していきました。アレンデールのお城にたどり着いたアナは出迎えたハンスに対して真実の愛の証であるキスをしてほしいとお願いをします。ハンス、すぐにキスして早く早く早く。ああ、君を心から愛する人がいれば。ところが突然ハンスの様子が豹変します。ハンスは実はアナのことを愛してはおらず、アレンデル王国を乗っ取るためだけにアナに近づいたのでした。ハンスは部屋のろうそくの明かりを消し、暖炉の炎を消し、凍っていくアナを部屋に閉じ込め去って行きました。そして王室の従者たちにアナは死んだと告げ、アナを殺害した罪でエルサを死刑にすると宣言するのでした。一方クリストフはアナのことを心配しながらも山に帰ろうとしていました。しかしアレンデル王国の異変に気づき、急いでお城へと引き返します。アナもオラフから真実の愛を教えられ、お城を抜け出し吹雪の中クリストフを探します。同じ頃ハンスによって牢屋に幽閉されていたエルサは自力で牢屋を脱出し、それに気づいたハンスもエルサを追い、4人はそれぞれ吹雪の中を行くのでした。そしてハンスはついにエルサを見つけ出しこう告げます。エルサ、君の妹は死んだ、君のせいだ。エルサ、君の妹は死んだ、君の妹。盛り上げないと。
ハンスが忍び寄ります。そしてハンスが剣を振り下ろしたその瞬間、アナが二人の間に割って入ります。この瞬間、アナは魔法で完全な氷となったのです。エルサは氷になって固まってしまった妹を抱きしめながら涙を流します。アナ、いやよすると、その瞬間、凍っていたアナの体は溶け、息を吹き返したのです。クリストフでもなく、アナとエルサの二人の姉妹の愛だったのです。氷の力を抑える方法は愛だと知ったエルサは、国中の氷を溶かし、アレンデル王国に夏が戻りました。エルサの魔法は人々に受け入れられ、アナとも元の仲の良い姉妹に戻りました。めでたしめでたし。ボケの大渋滞まさかこんなに時間取ると思いませんでしたよ。じゃない長い長いな、そうじゃないよ。なんであんたたち時計してないんだ僕がしてるから大丈夫だって。ダメだよ、帰ります。はい、ということでね、本日はディズニー映画アナと雪の女王の物語ご紹介してまいりました。ちょうどお時間となりましたので、この辺りで失礼いたします。皆さん、この後夢と魔法の復興からディズニーランドで素敵なひとときを過ごしてください。お送りしたのはジップズルガイドツアーでした。それでは皆さん、いってらっしゃい。まだやるの？ろくでなしさ人間はすべんぼうぼう、そうあいつらすぐ俺たちを殴るんだ、でもあんただけは違う。ありがとうすべん、だけど人間は臭くない、トナカイほどは、いやそれもまたあんただけは違う。言ってくれるね、モデルカイグンダー、風邪ひくな、ありがとうございました。またね。